ファークライ3の武器とスキルについて紹介しよう。ファークライ3の舞台は見た目は美しいがすこぶる危険な世界だ。最初にしなければならないのは電波塔の起動だ。起動することによって新たなマップがアンロックされ、新しいミッションに挑むことができる。ここで君は基地を解放することになる。基地を確保したらファストトラベルで移動できるようになり、新たなマップがアンロックされる。未開の島を探索するためにさまざまな乗り物が用意されている。快適なものも武装したものもある。武器の種類も豊富で、それぞれ強化、改造して性能を高めることができる。与えられた道具と武器をどのように使うかは自由だ。やめろ。スキルは大きく3種類。これをうまく使い分けよう。スキルによって長距離攻撃を強化できる。射撃の能力を向上させ、敵の頭上や海中から攻撃を仕掛けることが可能になる。ゲリラ戦の能力も強化できる。ナイフを使い音を立てずに敵を始末できるのだ。攻撃力全体を強化するスキルもある。圧倒的な力を手にし、退治した敵を怯えさせる最強の戦士になることで、ここでのサバイバルを実現してくれ。